安倍監督、昇格理由は、かっこよく走ってたから。巨人安倍晋之助監督は、16日から沖縄那覇で行われる1軍キャンプに、オコエ類外野手を合流させることを明かした。指揮官は、この前のゲーム感も良さそうだったと、11日の紅白戦で好調を把握。さらに12日に視察した都の城でのみ、3軍主体の紅白戦で、守備につく時にライトまでかっこよく走ってたからと、姿勢も評価した。わ？さ、紅白戦でバント成功させたからやろ。マジで言っててくさ。就任して以降、安倍の口から一切成績に関する話が出てこないの逆にすごいよな。いつも自己犠牲、バント、右打ち、精神論、こんなんばっかやな。お声好きだよな安倍。さすがにこれは嘘やろ。でもかっこいいとか言われると、お声ってやる気出すタイプやろ。秋広は走り方がかっこ悪いからな仕方ない。ウレイニャ二軍落ちで盛り上がってたところに間髪入れず盛り下げる発言差し込んでくるのもうこれ天才やろ。安倍が今シーズン何するのかほんま楽しみ。まあ走れるのは重要なことちゃうか。さすがに狙って言ってるのを疑うところまで来てるよな。ゴルフ、ノミニケーション、ブルペン一番乗り、バント、かっこよく走る、一軍への道がいっぱいあっていいね。次から次へと面白いこと言うのやめろ。こういう面白い発言できるのずるいわ。このくらいのアピールすれば紅白戦スタメンになれる争い。アベイのアピールってどこが刺さるかわからんから選手は大変やな。